アンドレアスバルター・メラーは、ドイツ・フランクフルト出身の元サッカー選手。選手時代のポジションは、攻撃的ミッドフィールダー。高いテクニック、スピード、パスセンスを持ち、ゲームを組み立てた。強烈なシュートを武器とし、チャンスメーカーとして優れていただけではなく、得点能力も兼ね備えていた。またセットプレーのスペシャリストでもあった。クラブでは主にアイントラハとフランクフルトや、 ボルシア・ドルトムントでプレー。1992年から2年間は、セリエ A のユベントス FC に在籍し、1992から93シーズンの UEFA カップ決勝のドルトムント戦では、ファーストレグでは2アシストを決めて3から1での勝利に貢献。セカンドレグでは1ゴール1アシストの活躍で優勝に貢献した決勝試合で、ユベントスが奪った全6ゴールのうち、 4ゴールに絡んだ。セリエ A では MF として2シーズンで19得点を挙げたが、ロベルト・バッジョの影に隠れがちだった。1994年に再び、ボルシアドル・トムントに復帰、1996から97シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝では、フルス・ユベントスと対戦、この試合でリードルの決勝ゴールとリッのダメ押しゴールをアシストして、 チーム初の欧州制覇に大きく寄与した。1997年のトヨタカップ優勝、大会 MVP を獲得した。リーグ優勝などのタイトル獲得に貢献した。しかし、1999から00シーズン不振に陥り、出場機会が半減、同時にチームは低迷した。また、 自身もドイツ代表に招集されなくなり、クラブでもベンチで温める日々が続いた。2000から01シーズンに、ドルトムントのライバルチームであるシャルケ04に移籍を、した。このシーズンは、好調を維持し、11アシストを決めるなど、バイエルンとの優勝争いを演じ、DFB ポカールの連覇に貢献、キッカー氏が選ぶベストイレブンに選出された。2003から04シーズンに、 フルス・フランクフルトに在籍したのを最後に現役を引退。ブンデスリーガでは429試合110ゴールの成績を残した。また1989から90シーズンには14アシスト、1995から96シーズンには13アシストで、ブンデスリーガの最多アシスト者となるなど、多くのアシストも決めた。現在はドイツ4部のクラブで、 サッカー指導者としての道を歩んでいる。1988年9月21日のソビエト連邦戦で代表デビューを果たす。1990年のワールドカップイタリア大会では準々決勝の1試合の出場ながら優勝を経験。それまでは控えであったが、90年大会以降、ピエール・リトバルスキーから背番号7を受け継ぎ、 1994年のワールドカップアメリカ大会、1998年のワールドカップフランス大会にもそれぞれドイツ代表として出場し、1996年の UEFA 欧州選手権1996ではグループリーグ初戦のチェコ戦でゴールを決めるなど、中心選手としてドイツの優勝に貢献した。ありがとうございます。